いやちゃよ、大丈夫ですよね。今日もやっていくんですけど、ちょっとね、声がガラガラなんですけど、今ね、なんか俺、喘息持ちなんですよ。で、冬はね、ちょっとこうなっちゃうんでね、まあ、ちょいちょいね、水飲んだりとかするかもしれないですけどね、ちょっとそこは許してください。ってことで、ちょっと待ってください、マジで。すいません。よいしょ。ってことで、今日やっていくんですけど、今日はね、まあまず、まあとりあえず雑談をしながら、まあやっていくって感じなんですけど、とりあえずね、まあグラチャレをね、回していく感じなんですけど、まあね、今年のね、目標について2つ、語りながら、いこうかなと思います。2つと、あとは、まあ小さくはないけど、なんだろう、今年の目標2つがでかすぎて、それに比べたらですね、比べたら小さいみたいなところありますね。ってことで、まあそのね、目標に必要なものを2つと、まあそんな感じでね、やば、マジ声ガラガラじゃん。なんか自分でもわかるってことは、多分聞いてる側結構わかるっすね、これ。ってことで、やっていくんですけど、まず雑談から。昨日成人式だったんですよ。そう、成人式で、でなんか、同窓会みたいなので、結構その、仲良かったグループで、カラオケに行ったんですよね。そうそうそう。それで、ちょっとね、連続で、なんか、埼玉の G ドラゴンがいるとか言って、友達が、なんか連続で、なんかビッグバンの曲2曲ぐらい入れて、両方、みんなわかるのに誰も歌わないから、なんか両方俺が歌って、それでね、喉がいかれるっていうね、多分そのせいですね、ほぼ。G ドラだとか言って、それでやられましたね、喉が。よいしょ。やばい。まあ。で、こっちは多分同じくらい削れるんで、無視ですね。OK。よいしょ。いや、いい守りしますね。これはだるいな、普通に。いや、ババ小屋一回無視しただけで1000ぐらい食らうんですね。やばいな、普通に。よいしょ。無視できないな、やっぱり。ギャング切って、アーチャー切って、親衛隊ババ小屋でしょ。親衛隊ババ小屋なんで、これは、はしまい親衛隊できないと思うから、ケツペッカでいいっすね。で、バンババ小屋が出てきますね。ギャングとか、お、マジで？よいしょ。あー、ちょっとタイミング早かったな。食らっちゃった。あー、それ切ったから、あれですね。これは、ギャングしかいないんで、ギャングにザップかまして、あ、ファイボか。お、外してる。オッケー。よいしょ。オッケー。これは、親衛隊がいるんで、この吹き矢だけ押さえなきゃダメですね。ちゃんと。よいしょ。一応言うの、ここは絶対に 1-0 で勝ちたい試合なんで、よいしょ。で、今、親衛隊切ったんで、端前ペッカしますね。ここは端前ペッカ。で、大丈夫かな、無能ゴースト発動しないよね。大丈夫だよね。OK。これは親衛隊しかいないからポーズ打っちゃっていいですね。で、こっちに5打つしかないんで、言うのを追加で GG と。危ねえ危ねえ。相手がちょっと上手くて危なかったですね。あ、やばい。何も喋ってなかった。そう。まあ、G ドラゴンっていうのは、韓国のね、歌手のね、ビッグバンっていうグループの、一番、まあ、俺が普通に知ってるってこと、多分一番有名な人っすね。まあ、歌が上手い人で、まあ、カリスマみたいな感じっすね。まあ、その人が、なんか歌ってる歌なんですけど、それをね、めっちゃ連続で、クソほど、聞いたらわかるんですけど、クソほど高い歌で、そのせいでだいぶ喉がやられたって話ですね。ってことで、まあ、そんなどうでもいい話は置いといてね。まあ、その、成人式で会った人とかにもさ、その、あれなんですよ。なんか、試合見てたよとか、トルネード使っちゃったんでしょとか、結構、なんか、俺の知り合いが見ててとか、なんか、その、女の友達とかでも、なんか、
私の友達がなんか見ててみたいな、オレンジのユニフォーム着てる子がなんかやっちゃってたんだけどみたいなって、え、ちょっと待って、それってもしかしてライキ・ジョーンズみたいになったとか言って、バチクソ恥ずかしかったんですけど、そうそうそうとかあって、なんか割と見られてるんだなって思いましたね。うん、そうですね。だから、いやー、どうしよう、これペッカで受けるしかねえな、何も受けがね、エレキがいたらエレキで受けたかったんだけどな。まあとりあえず放置、これはでも五霊出されそうな感じしてるんで、多分タルババとか出されると思うんですよ。そうだね、よいしょ、ユーのリトルネ起動されないようにゴースト追加して、工場だね、これは虐待工場。ここは、相手がペッカを切ったばっかなんで、ケツゴレしやすいタイミングなんですよね。そうそうそう。だから、こうやってちゃんと攻めてあげないと、相手がケツゴレしちゃうんで、よいしょ、これは両サイド受けていって、よいしょ、はいはいはい。まあ、これは、タルババ、回ってないな、多分。いや、回ってるか、タルババは。わかんねえや。まあ、これ、ケツゴレタイミングですね。相手は3アウトぐらい取ってるんで、ここは、ラバか。なるほどね。ラバか。どうしよう。まあ、インドラいなさそうな顔してたんで、普通に、これでベビドラ追加してくると思うんですよね。あ、始まってっからいいかな。よいしょ。あ、マジで、マジで、おーい、マジかよ。ちょ、待って待って待って、話ができない。俺雑談しながらとかって思ってたんだけど、話ができない。どうしよう。ちょっと待ってくださいね。そう、それで、まあそこでね、またモチベーションが上がって、なんだろう、まあ、今年のね、目標を、まあ2つと、まあもともとね、あった、まあ1つはね、もう、前の動画でも、俺の人生の今までみたいな動画でも、語った通り、あれなんですよ、まあ世界大会優勝するってことですね。まあそれに関しては、まあ、普通に、そうですね。まあ、なんだろう。まあ、当たり前っていうほど今の自分の実力ではないですけど、まあ、目指すのは当たり前かなと思っています。はい。で、なんで更新でないんだろう。よいしょ。なあ、またーもうってことでですね、そうですね。まあ、言ったのは、世界、やばい。本当にやばい。もうね、寒くなると咳が止まんなくなるんですよ。で、世界大会を優勝したいっていう、まあ簡単なことじゃないですし、まあこれが全目標の中で一番高い目標ですね。そう。で、もう一つは、これは達成してから言いたいですね。まあ結構なんだろう。まあ、YouTube の伸びに関しての、ことなんですけど、これは、まあ、今ちょっと僕が、まあ、公にすべきなのかどうなのかっていうのがちょっとわからないんで、これだけは、まあ、達成したら、なんだろう。まあ、何らかの形で、その、なんか、発表して、まあ、なんだろうな。まあ、いつも見てくれてる視聴者さんに、なんだろう、お返しというかなんだろうな。まあ、プレゼント企画とか、賞金大会とかを開いて、ちょっとね、そういう形で、なんか還元っていうのか分かんないけど、そういう感じでしていきたいなと思いますね。まあとりあえずこれはまだうちに秘めてる結構2番目に大きい目標かな。うん、やっぱ人に言わないで、結構ね、そういうちょっと分かんない、難しいな、マジで俺喋んの下手くそなんですけど、これテスラで相手いきなり言うのに4コスと最初、ケツアイゴレで6コス使ったんで、ケツペッカでいいですね、これは。逆サイクロス立てたとしても、これ普通に3が5だけでいけちゃいますね。で、5を打ってきたら、エレキで後から対応。これもう本当にゼロ襟で出してるんで、相手は。よいしょ。これでスケにザップ打って、よいしょ。これで GG ですね。もう相手襟ないですね。何も受けられないです、これで。よいしょ。OK。あれも2襟で今、2襟で出したけど間に合わなかったんで、相手相当襟使ってるっていう証拠ですね。
ということで、まあもう一つは、まあ、世界大会優勝するの、もう一つは、なんだろう、そのまあ今ちょっと内に秘めてる目標ですね。結構世界大会の次に大きい目標で、もう一つは前ミラティブとかでも言ってたんですけど、まあ彼女を作るってことですね。僕の目標はこれは受けちゃっていいかな、体格なんで。クロスは1対1でこの同じサイドだったらまだ相手は全然なんだろう、攻めれる形を何回も何回も作れるんですけど、あの体格折られちゃうと、あのもう本当にここにクロスを立てるしかなくなっちゃうので、こうやってなんだろう、どうやっても有利なんですよね。だから折らしちゃっていいです。これテスラしかないから行くか、ハイボ切ったし、よいしょよいしょよしよしよし、いけいけいけ、よっしゃ、オッケーオッケー、いいよいいよいいよ。でエレキをこっちに出して、あとはポイズンで落ちるんで守るだけです。で、そう、彼女を作るってことなんですけど、まあなんだろう、本当になんだろうな、やっぱ周り、その俺がまあ20歳迎える、20歳じゃない、まだ19なんですけど、まあ成人式迎えるってことはまあそれなりの年齢なんで、まあみんなね、その彼女とかやっぱりもうほぼの人ができてるわけですよね。そうで、俺もなんだろう、いいなーと思うんで、本当にシンプルにそうですね、いいなーと思うんでっていう理由ですね。そう、まあ浅すぎる理由かもしれんのんですけど、そう、本当にいいなーと思うんで、楽しそうじゃないですか、絶対楽しいじゃないですか、彼女とかいたら。だから、まあ彼女を作るっていうのが小さい目標じゃないですけど、この大きい今うちに秘めてる目標と世界大会優勝するっていう目標に比べたら、まあまあ、まあ、まあその次にというか、そういう感じかなと思いますね。ってことで、まあやっていったんですけど、そうですね、うん、まあなんだろう、割と言わねえのかよお前ってなっちゃうかもしれないんですけど、そうですね、まあもうちょっとね、まあ見守ってくださいという感じで、まあね、世界大会より優勝は本当にしたいですね、うん、優勝するために今なんだろう、まあいろいろ動いてて、そうだな、なんだろうな、まあ普通に自分の、まあ、スキルを磨いたりだとか、もちろんそのチームでね、あの今後本当に良くしていくためにどう動くべきなのかみたいなことをね、話し合ったりだとか、まあなんだろう、まあ俺たちにできることはね、やっていきたいなと思っていますね、本当に。だから俺はまず苦手な武器、まあ今思ってるのは割と、そうなんだろう、大型を使うことですね、まあゴレだとかラバーが、まああのグラチャリ12勝ぐらいはできるかもしれないんですけど、そのまあなんだろう、ゴレは無理かな、ラバーならいけるかな、ラバーはそうだね、そのラバーの方がまあちょっと上手いんで、まあラバーなら多分いけると思うんですけど、ゴレはまだできるかわからないレベルなんで、とりあえずちょっと警戒させるぐらいにはもうちょっと大型のスキルを磨くっていうのと、今俺にはこいつにこれを使わせたら怖いなっていうデッキがないんで、まあとりあえず今このペッカが、工場が下方食らって、多分しばらくはまたまだ全然強いまんまで本当に変わってないんですけど、しばらくはまだ下方が来ないと思うんで、工場ペッカで、このデッキは前の動画でも紹介したんですけど、世界でね、1位になった、グロ1位の人がマルチで使ってたの、デッキなんですよ。で、本当に前回の環境は新カードじゃないな、新しく情報されたフリーズとかね、流行ったり、まあ、ラムもちょいちょいいながら、まあ、工場系のね、デッキが結構主流になってた中で、やっぱりなんだろう、残り続けてるデッキなんで、このペッカ工場は。なんで、本当にこのデッキだけを磨いて、こいつにこれを使わせたら怖いなっていうのを、一つ、このデッキをね、作っていきながらも、まあ、大型のスキルもね、まあ、みかんさんに、まあ、環境は本当に良くて、大型とかも上手いみかんさんがね、いて、まあ、教えてもらえるんでね、みかんさんとかに教えてもらいながら、まあね、もうちょっとね、まあ、自分のスキルを磨いていこうかなと思っています。ということで、ね、まあ、今日はね、こんな感じの、まあ、雑談が緩めなね、動画になっちゃったんですけど、まあ、まあ、いつもね、毎日2本、最近は2本出してますね。まあ、なんか、その実写画面の不具合とか、
まあなんかね、こっちのアップできないとか、そういう不具合がない限りはね、日本投稿をね、続けていきたいと思うので。であとまあ、クラコロとかにもね、積極的にドズルさんに出たいっていうことを言ったりして、あとそのコラボとかもね、キヨキヨさんやドズルさんに、まあ、できる限り、まあ、俺よりも確実に向こうの方が本当に忙しいんで、だからまあ、日程が合うときにまあどうかお願いしますって感じで、またね、コラボさせてもらって、そういうね、結構動画を、まあ、出していくと思うので、今後もね、よろしくお願いします。ということで、まあ、ね、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。ということで、今日はこの辺で終わります。お疲れ様でした。